と生前締め半端です。6月も半ば過ぎましてですね、ついに関東も梅雨入りしたということで、バイクにねなかなか乗りづらい季節が始まったなと思うわけでございます。そんなわけでですね、ちょっと僕も今回は久しぶりにおしゃべり動画やってみようかなと思います。ネット上、YouTube だったり SNS 上でですね、アンチハーレーなんていう言葉をよく目にする機会も増えたなと思っておりましてですね、その他に旧車界、俗車のカスタムしてる人たちが嫌いだとか、あとは奥多摩周遊とか走ってるこう SS 系スーパースポーツ系の人たちが嫌いだとかですね、特定のシーンから特定のシーンに対してこうアンチだみたいな話、よく目にするかと思うんですよ。じゃあその逆にハーレー乗りはハーレー乗りの中はみんな仲いいのかといったら、そんなこともなくてですね、今回のテーマはですね、ハーレー乗りがハーレー乗りにマウンティングされるワードベスト5ということでですね、お話しさせていただこうかなと思っております。そのベスト5っていうのはですね、僕がこうハーレー乗っている中で、周りにハーレーの乗ってる人たちもたくさんいるので、そんな中でこう見聞きしたり経験した、僕の体感のベスト5ということなんですけれども、ちょっと僕の軽くこのバイク遍歴みたいな軽い自己紹介をさせていただきますとですね、僕はですね、ハーレーに乗り始めて今15年ぐらい立っております。でそのほとんどを97年のパパさんスポーツスターに乗ってました。で去年2020年にソフテール84年製のエボリューションのエンジンのソフテールに乗り換えたわけでございます。でさらに言うと、僕は国産車も好きです。で国産バイクも持ってます。今僕が持ってるのだと、ホンダの CB400SS っていう単気筒のバイクが1台と、あとねスズキの RG125 っていう原付2種の、2気筒2スト、これ74年ぐらい76年ぐらいの、古いバイクなんですけど、今現在そのバイク3台を所有しております。で過去にうちのもう YouTube の動画でもさせてもらってますが、ヤマハの TW200E とホンダのホーネット600なので、そんなに僕ハーレーにものすごいこだわりを持ってるわけでもないし、国産がすごい嫌いだっていうわけでもないような人間でございます。というわけでですね、早速僕が経験したハーレー乗りがハーレー乗りにマウンティングされやすいワードベスト5ご紹介させていただきたいと思います。 Ladies and gentlemen、はい、早速いきます。ハーレー乗りがハーレー乗りにマウンティングされるワード第5位、それ壊れたの？いや俺のやつもう何年式で何万キロ乗ってるけど壊れたことないから、はい、壊れたことないマウンティングですね。これね、結構バイク乗ってる時っていうか、なんかそのバイク屋さんに集まったりとか、ネット上で書き込んだりとかした時に、どこどこ壊れました、何々交換しましたとかって言った時にこうかかってくるワードな気がしております。僕もバイク屋さん行ってたりとか、うちのね YouTube のコメントにもいただいたことあるんですけど、この話ミッションとかエンジンが壊れたことないだと、なんか乗り方丁寧なのかなっていう感じするんですけど、たまうちの YouTube に来たのは電装系コイルかな、点火かな、なんかのコメントをちょっと後で見返してみようかなと思うんですけど、なんかね電装系のパーツ壊れたことないって言ってた方がいたんですけど、電装系のパーツだとね、ただただ寿命とか当たり外れの話だと思うんで、そこマウンティングしてもしょうがないなって気はするんですけど、でその壊れてないっていうのもすごいことというかね、ラッキーなことなのかなと思うんですけど、逆に言うと壊れて交換して乗り続けるっていう、そのハーレーを愛している人なんでしょうから、それは全然悪いことじゃないのになと思うんですけど、これ第5位ぐらいたまに聞くかなっていうワードでございました。続いて第4位です。自分で直せないんだったらハーレー乗る資格ないっしょ。はい、というわけで第4位はですね、多少の修理は自分でできるぞマウンティングでございます。ハーレーってね、基本のこう漠然としたイメージですけど、壊れやすいっていうイメージってあるじゃないですか。これただもちろん旧車を含む中古車、ハーレーの中古車乗ってる人の話なんだと思うんですよ。もちろん今のミルウォーキー8とか新車買ったりとか、ツインカムの高年式のものとか近年のやつ買ってれば、そんな前いきなり壊れるっていう可能性は低くなると思います。なのでエボ以前とか、ツインカムのね8896とかでも、もうある程度年数経ってますので、距離走ってたりして壊れることもあるかと思うんですが、
まあ、やっぱこう古いの乗ってる人がそういう新しいバイク手に入れて壊れたしてあたふたしてる人見ると、まあ、直せないと乗っちゃダメだよみたいなこと言う人いるんですよね。まあ、逆に自分で全くいじれないから怖がってちょいちょいその買ったディーラーであるとかハーレーショップ、まあ、ハーレー扱ってるバイク屋さんとかにちょこちょ こうメンテナンスとかね点検出して乗ってる人の方が、まあ、意外と安全に乗れたりすることもあるんじゃないかななんて気もします。でさらにこれねあんま気にしないでもらいたいなと思うのは、意外とそうやって自分で直せなきゃダメだよって言ってる人の中で、じゃあどこまでバイク触れるんだって話になるじゃないですか。家でね簡単にエンジン開けてオーバーホールしますみたいな、ミッションバラしますみたいな人ってそんなに僕出会ったことはないですね。あの僕もあの動画にさせてもらってるので、まあ多少いじるんですけど、僕ぐらいの人が多いんじゃないかなと思います。なんかちょっとブレーキ触るとか、まあフロントフォークオーバーホールするとか、まあなんかその家でねちょこっとジャッキアップしたらできるようなことで、まあいじるっていうぐらいのことなので、まあこれはね、あのサービスマニュアル買って工具さえ揃ってて場所があればまあ誰でもできるようなことなので、まあそんなに気にせず、今そういったものがそれぞれ揃ってなくてやりたい気持ちがあって途中段階だったら全然気にしなくていいですし、全く自分で触る気ないよっていう方はもうショップ任せっていう人も、あの僕の周りにもめちゃくちゃいますし、もうバッキバキのチョッパー乗りでずっとショップに任せっぱなしっていう人もいるので、まあこれもそんなに気にしなくていいかなと思います。ただ自分はちょっといじれるよっていうことを自慢したいだけなんじゃないかなと思います。続いて第3位、キングオブハイウェイだよ。長距離走んなかったらハーレー乗ってる意味ないっしょ。はい、ということでですね、第3位は長距離走ってるぜマウンティングですね。あのこれね、おそらく、ハーレーだけじゃなくて、あのツアラー系とかアドベンチャー系の人とかでも多分経験ある話なんじゃないかなと思います。キャンプ場でなんか割と知らないような人とかでなんかこうミーティングみたいのがあったりすると、今日何キロ走ってからここ来たんだとか、この間は何キロ走ったんだとか、とにかく距離言う人ですね。あのね、ハーレーも多いです。やっぱりハーレー旅のバイクみたいなイメージもあるじゃないですか。あのツアラー系、あのハーレーの中のツアラーっていうあのジャンルがあるので、あの FL 系ですよね。あれとか乗ってる方だとやっぱもう長距離も楽ですし、どこどこ行った、何キロ走った、1日に最大これぐらい走ったことがあるみたいなことがね、まあ結構マウンティングネタになってたりするかなと思いますし、このキングオブハイウェイっていうフレーズ使う人は大体チョッパー嫌いですね。まあチョッパーってほらそもそもカスタムバイクであって、ちょっとこう悪いアウトローな感じとイメージというか、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、純正のストックの状態でロングツーリングがいいんだみたいな感覚でいるので、おそらくそのカスタムバイクっていうのにそんなに興味がないのか嫌悪感があるのか、でチョッパー自体はあのシートが薄くてかなりこうストイックな乗り方、乗り味になってくるので体の負担も大きいわけで、まあ、ただそのチョッパー乗りっていう人たちに関してで言うと、そんなチョッパーでロングツーリング行くんだっていうかっこよさというかね、なんかそのこだわりを持ってる方もいるので、あのチョッパー乗りの人たちが全員ロンツー行かないわけじゃないんですけれども、まあなんかそんなキングオブハイウェイっていうイメージフレーズはやっぱりあのツアラー系乗ってる方たちが多いし、長距離いかにね快適に乗るためにハーレー買ったかみたいな人たちが多いと思うので、自分のハーレーは長距離楽だよっていうことを言ってるだけなので、まああんまりこれもあの気にしなくてもいいのかなと思いますが、結構ねお酒飲む席とか、それこそバイク屋さんでくっちゃべってる時とかだとキングオブハイウェイっていうフレーズ使う人いるかなと思いますけれども、あんままああんま気にしないでいいんじゃないかなと思います。はい、続いて第2位です。インジェクションのハーレーって3拍子出ないんでしょ。いや3拍子出ないんだったらもうハーレーじゃなくない？はい、三拍子キャブ車こだわりマウンティングですね。三拍子これは好きな方多いですよね。でもねやっぱりあのインジェクション以降は、まあ、三拍子が出づらいとは言われてて、で逆に言うとインジェクションで三拍子が出せますっていうパーツとかショップが、まあ、お客さんが集まったりとかするのでですね、まあ、ハーレー好きで、三拍子好き、まあ、ハーレーに憧れる時に三拍子にも一緒にこう憧れを抱く方っていうのも少なくないんだなと思うんですけれども、僕ねどっちかっていうと三拍子にそんな興味ない方です。僕乗ってるのはあのエボリューションエンジンなので三拍子出そうと思ったら出せるんですよ。で僕はあの点火をダイナ 2000i っていうフルトラの点火機構に変えてるので、あの三拍子出してないんですけど、あれをねダイナ S とかポイント点火にしてる人だと、まあ、回転数下げてパカパッパカパッパカパッってやってるんですけど、あのまあもちろんキック指導のバイクとかでバーってかけてバラン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 バ
住んでないから回転数低くて、あのパカパッパカパってなってて、意外とこうロンツー出てて、信号止まったらタラダ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 って、意外と回転高い人の方が多いかなっていう気がしてます。なんか高速降りて信号捕まった時にパタタパタタパタタって言ってたら、普段どれほど回転数低いんだって気がしちゃいますし、なんか僕のその乗ってるエボとかだと、あんまり回転下げすぎるとあの油圧警告灯とかついちゃうので、まあ、油圧警告灯なんか外してる方とかも多いので、まあ気にしない人もいるんすかね。油圧警告灯つくってことは、オイルに油圧がかかってなくて、ね、うまいことオイルが回ってないってことじゃないですか。なんであんまり回転数下げすぎるっていうのも、まあ僕は良くないのかなと思うんですけど、あの点火時期も随分遅くしてるんでしょうし、僕の 2000i とかでも、あの、プログラミングできるので、点火マップが。3拍子出すためにそれ用の点火マップ書く人とかもいるんですけど、まあそこまでして、やることじゃないのかなというか、まあショベルぐらいまでがの特権みたいな感じで捉えていいんじゃないかなと思います。僕は個人的にはあのエボツインカムミルウォーキー8で3拍子っていうのはちょっと諦めた方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね。ハーレーのインジェクションになったツインカム88からインジェクションですっけね、あの途中からインジェクションになってると思うんですけど、まあインジェクションになったらハーレーじゃないっていうのは、まあその3拍子が出しづらいからっていうこと以外はですね、間違いなくインジェクションで最新型エンジンの方が性能はいいですしね、壊れないですし、まあそれ以前のものに乗っている人たちの、まあ負け惜しみぐらいに思ってもらえたら、全然気にならないんじゃないかなと思う第2位でございました。はい、いよいよですね、ハーレー乗りがハーレー乗りにマウンティングされるワードベスト1。第1位の発表です。あ、スポーツスター乗ってんだ。絶対いつかビッグツイン乗りたくなるよ。はい、ビッグツインマウンティングが第1位でございます。あのね、これは僕がめちゃくちゃ言われてましたね。その僕が15年ぐらいハーレーに乗ってた期間で、まあその十何年はスポーツスタイル乗ってたって先ほど お伝えしたんですけれども、やっぱね、ビッグツイン乗ってる方、それは旧車とか新車とか問わずなんですけど、これもね、結構ツーリング行ったとか、その旅先、目の前にバイクがある状態でスポーツスターだっていう言われることはほとんどない、ほとんど僕は経験したことないんですけど、経験するのはね、やっぱりそのバイク乗ってない時、まあ、飲み屋さんであるとか、たまたま知り合った人とかにバイクが好きでとか、まあバイク好きな人って結構格好で分かったりするじゃないですか。でそれで喋ってたら、僕ハーレー乗ってんですよなんて言ってた話をちらっと聞いた時に、あ、僕もハーレー乗ってますとか、なんか聞かれて、何乗ってんですか、あ、僕ハーレー乗ってんです、あ、ハーレー乗ってんですよみたいなことになるじゃないですか。その時に、あ、車種何乗ってんですか、そしたら僕スポーツスターパパさん乗ってますっつって、その相手の方がビッグツイン乗ってたりすると、スポーツスターなんだ、なんでビッグツイン乗んないんですかとか、ビッグツイン欲しくなんないんですかとかってね、結構聞かれましたね。欲しくねえからスポーツスター乗ってんだよって気持ちと、十何年前はもちろんお金もなかったのでビッグツイン買えなかったっていうのはもちろん本当のことなんですけど、まあ、その時別にスポーツスター大好きだったし、今でもね、ちょっとスポーツスター手放したの後悔してるぐらいの気持ちがあるので、まあ、僕は好きで乗ってたんですけど、まあ、その方もね、逆に言うとビッグツインがすごい好きだからっていうので、悪気なく言ってるパターンの人と、明らかバカにしてる人がやっぱいたので、で、今、スポーツスター乗ってる方で言われた経験ある方もいるかと思うんですけれども、でもなんだかんだ言って、確かハーレーって今一番売れてる車種ってスポーツスターだったと思うんですよ。少なくとも数年前は。今ちょっと現状、2021年の最新売り上げわかんないですけど、何年か前、48とかが出たぐらいの時代ってスポーツスターが確か一番売れてたと思うので、今逆にハーレー乗ってるっていう人だと、単純にこうね、数の理論で言ったらスポーツスター乗ってる人が一番多いんじゃないかななんて思うんですけれども、ビッグツイン乗りはビッグツインに乗ってるっていう、なんかこうポリシーみたいなのがね、あるのかなっていう気がしちゃう。ビッグツインマウンティングですね。で、僕今実際スポーツスターからビッグツインに乗り換えたわけなんですけれども、それね、北海道ツーリング、もうそれもうちの動画にさせてもらってるんですけど、北海道ツーリング行ったらやっぱり荷物が積む量、積載量がやっぱりスポーツスターだと賄いきれないなっていうのと、まあ、長距離、特に北海道なんかバーって割と直線が続くような道なので、そういうところだとやっぱビッグツインだったら楽なのかなとか思ったので、まあ僕はビッグツイン、たまたま出会いもあったので買ったんですが、まあ未だに僕はスポーツスター好きなので、その僕のスポーツスター乗ってる方も知ってるので、まあその方が飽きたらまたスポーツスター買い戻そうかななんて思ってるぐらいですね。僕はまあ、同じハーレーっていうメーカーから出てますけど、まあ全く別の乗り物っていう感じの印象はもちろんあるんですけど、まあ特にソフトエールとスポーツスターの比較なので、他ダイナとスポーツスターだったら似てるよとかあるかもしれないんですけど、
僕は全然スポーツスター好きですし、今のスポーツスターもし乗られてる方もですね、いつかビッグツイン乗りたくなるよとか、なんでビッグツイン乗んないのとか、スポーツスターなんてハーレーじゃないぐらいまで言ってくる人多分いると思うんですけど、ぜひ自信を持ってスポーツスター乗っていただけたらなと思います。はい、というわけでですね、今回はアンチハーレーなんて言われてですね、結構国産の人たち、国産以外の他の外国産バイクに乗られてる方たちからですね、意外と嫌われ者にされてるハーレー乗りなんですけど、ハーレー乗りはハーレー乗りの中でまた変な派閥もあるんだよみたいなお話をさせていただきました。だからって別にハーレー乗りの人たちみんなが変な人たちばっかではないんですよ。結局はそのバイクが悪いわけじゃない、その人が悪いんだっていうね、結論に必ず到達しますので、もちろん皆さん結論はご存知かなと思いますけれども、ハーレー乗りの中にもいい人もいますし、属車乗りの人の中にもいい人もいると思いますのでですね、あんまりハーレーを嫌いだと言わないでいただけたら嬉しいなと思いますし、ハーレー乗りもハーレー乗りで苦労してんだななんて思っていただけたら、ちょっと嬉しいかなと思っております。はい、はい、というわけでですね、引き続きハーレー動画なんかもお送りさせていただこうかなと思っておりますし、もちろん僕は冒頭にお話ししたように、国産バイクも所有してますし、国産バイクも大好きなので、国産バイクの動画なんかもお送りさせていただこうかと思っておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけでまた動画の中でお会いいたしましょう。ザシャ。